はい同関数の定義やその幾何学的意味を勉強してきましたので今度は実際にいくつかの関数について同関数を求めてみましょう f=3 x という,もう簡単な関数のね同関数を求めますあのでに微分のを勉強してる人こんなん一瞬でわかるよという人もいるかもしれませんけどもちょっと基本に立ち返ってね考えることにしましょうまず、幾何学的 意味を考える方法で、ちょっとこの同関数を求めてみます。幾何学的意味っていうとなんだかちょっと行々しいですけども、まあ、とにかくグラフ書いてみましょうということですね。えっ、ー、と、X 軸と Y 軸書いて、で、FX イコール3のグラフ書きます。これ X がどんなあたりでも3だよっていうグラフなんで、横一直線のグラフになりますね。ここが3と。で、 さあ、これを微分するとどうなるんかなーって考えます。はい、微分すると。微分するっていうことは、この関数の、この曲線の傾きを考えるということでしたね。傾きがどうなってんかなーって考えると、えっ、ー、と、x が例えば0のあたり調べてみると、x が0のとき、傾きも0ですね。 x がマイナスのいくらかの値のときも傾き0。x がどんな値であれこれ傾きが常に0である。そういうグラフですね。っていうことは、えー、微分するっていうのは各点、いろんな x についての傾きを確認してガーッとグラフを書いていくことになるんで、こうやって000000ってこうやって書いたらもう終わりと。f' x は0、うん、なんだよ。 これで出来上がりです。今度は、この fx イコール3という関数の同関数をちゃんと定義式、定義式上に書いてますね。この定義式に基づいて求めてみましょう。fx の微分同関数は、リミットの h は0に近づくと。さて、 x たす h に対する関数 f の値はどうなるかっていうのと、x に対する関数 f の値がどうなるかを考えます。最初、この一つ目の項、どんな値になりますかこれね、質問するとよく勘違いしてね、さっと、3プラス h 引く3で a 乗っちゃうのってこう書く人よくいます。これちょっと違いますよ。これ、ダメですね。なんでダメかわかりますか 左のグラフをよく見てください。左のグラフを見ると、x がどんな値であれ、あ値は3なんですよ。この辺が例えば、x に対する値。x よりちょっと大きくなったところの値。どこであれ、値は、この高さは必ず3ですね。だから3、3プラス h なんていう風な高さになるところないんですね。っていうわけで、 はい、ちゃんと書き直すと、いや、x がどんな値でも関数の値は3なんだから3、3-3と、割る h と書けばいいということが分かります。さあ、計算していきます。イコール、リミットの h は0に近づいて h 分の0。さあ、これ、どんな値になるでしょうね。これ、極限のお勉強をちょっとした人は、ちょっと悩む人もいるかもしれません。 どんな風に悩むかっていうと、これ H0 に近づけるのね。H が0に近づくってことは分母がどん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 0になっていきます。あ、これ0分の0の形してるから値9と違うやろうか。そんな風に思った人なかなかいいですよ。ね、ちゃんと分母が0になる場合は気をつけないといけないってことを理解してるってことですからね。だけど、この場合はね、 ちょっと状況が違うんですよ分子は0。完全に0です。3-3で0です。だけど、この分母の方ね、この H は0に近づけるっていう風に書いてあるんだけど、H を0に近づけるっていうのは、イコール0にするっていう意味ではないんですね。だから、もう限りなく0に近づけるんだけど、0には絶対しない。だから、H は0じゃないんです。 0じゃないちっちゃな数ね。0じゃないちっちゃな数分の0なんだから、結局これ計算したら、0なんですよ。っていうことになります。さあ、別の例もやっていきましょう。えっ、ー、どんな例にしましょうかね。うんと、カッコ2番。うーんー、fx イコール、何でもいいんだけど、x2 乗にしましょうか。 F x の2乗っていうことは、グラフを書くと、横軸 x、縦軸 y。こんな感じのグラフになりますね。ちなみに、x が1のとき、y も1になるようなグラフです。微分してみましょう。微分すると、微分するっていうのは、傾き求めるってことですね。で、これ傾きちゃんと求めるのちょっと難しいですね。 なんとなく感触はわかると思います。ええー、と、ちょっと待ってよ。x が0のとき。こ,このときに、この点における接線、接線引くと横一直線になるから、ここでの接線の傾き0ですね。そして、x が大きくなると、接線の傾きは、だんだん、だんだん、急になっていきます。かつ、x がプラスのときは、必ず接線は右上がりなんで、傾きはプラスですね。 うん。だから、どうやら、同関数は、なんかよくわかんないけど、こう、なんか右上がりなんだな常にプラスで右上がりなんだなと。x がマイナスの場合考えましょう。x がマイナスのとこ考えると、今度は接線の傾きは必ず負になります。ね、右下がりだから傾きは負だよね。で、かつ、 えっと、X がだんだん原点から遠ざかるほど接線の傾きは、その絶対値は大きくなっていきますから、うーん、なんかこう、とにかくこんな感じですね。で、これが果たしてまっすぐな直線になるのか、ちょっとくねってるのかっていうことは、このグラフ見るだけじゃちょっとわかんないですね。そこでちゃんと定義式に基づいて、 定義式に基づいて同関数を求,め、ま、求めてみましょう。h を0に近づける。まず、x たす h に対するこの関数の値、x のとこを x プラス h に変えるだけだから、x たす h の2乗。で、次は、 x に対する関数 fx の値だから引く x の2乗とイコールはい分子展開します。x2 乗足す 2hx 足す h の2乗引く x の2乗と。x の2乗引く x の2乗があるので消しましょう。イコールリミット。 h は0に近づけてそして h 分の分子も h でこうやってまとめることできますね 2x+h 分子分母に h があるのでこうやって消しますイコールリミット h は0に近づくよとで 2x+h はい h こいつが 今、0に近づくから、何が残るかっていうと、2x だ。ああ。微分すると 2x になる。ね。ちゃんと公式を覚えてた人はそらそうだよって思うかもしれんですけど、あの、公式をただ覚えてるよりね、こうやってちゃんと定義に基づいて導けるっていうのはとっても大事ですよ。ね。はい。そういうわけで、さっき、グラフを書いたときに、うん、一体、この、 同関数のグラフは、くねってるのかなそれともまっすぐなのかなどうなんだろうっていうふうに悩んだけれども、これ今求めた結果によると、y イコール 2x っていうグラフになるよ。ピュー、直線になるよ。f'x は 2x なんだっていうことがわかります。最初ちょっと赤でね、くねっとして、ちょっと青もちょっとくねっちゃったけど、とにかく、x が 1>, 1の時に y の値は2になるような傾き2の直線に同関数はなるっていうことが分かりますさてこんな具合にいろんな関数の同関数を定義から導くことができますここでは詳しくは説明しませんけども例えば関数 f=sinx x, イコール sin x これの同関数は c o s x になるんだよとかねそれとか fx イコール 6x 対数ね。あの、定はこうやって省略することが多いですけども、自然科学の業界では定を省略してあるときにはネイピア数 e が定だっていうのが一般的です。工学エンジニアリングの業界だと定が省略されているときには、実は定は10なんだよっていうことが多いですけれども、あの、私の講義では、 省略しているときには定は良、e、いであるとします。さて、この関数ログ x の微分、これは x 分の1ですね。この辺の式もただ覚えるんじゃなくて、一度自分で必ず導いてください。この辺の導き方っていうのは、実は高校生用の教科書、数学3とかの教科書に非常に丁寧に書いてあります。残念ながらちゃんと理解している人少ないようですけどね、一度たどってよく自分でも あの導くくことができるように復習してておいてください。ださ一つだけ sinx の微分について補足をします sinx のグラフっていうのはなんかこんなグラフですねこんなグラフですね x 軸 y 軸があってこうやってうねうねってしてるグラフねさあ sinx 微分したときに コサインになるような気がしたけど、あれ、プラスやったっけマイナスやったっけ符号どうやったっけってね、時々忘れちゃって困るなぁなんて人があのいるかもしれません。これね、3 x のこの関数のグラフをちゃんと覚えてたら、微分したら大体どんなかん形になるかっていうのは大体見当つくわけなんですよ。どんな風に見当つくかっていうと、横軸。 X 軸ねえっと微分するっていうのは傾きを求めることなんで x が例えば2分の π の時ねここで接線書くと真横になるよねってことは2分の π における接線の傾きは0ですってことはうんとこの2分の π の時の同関数の値は0だなと他にも同じ場所があってね ここ,辺ここらこの辺ね。x が -2 分の π。ここの時も、接線の傾きは0になるんで、うん、x が -2 分の π に対する同関数の値はやっぱり0だなと。今、2つ点書きましたけども、この間考えましょう。この間では、接線の傾きは常に右上がり、つまり傾きは常にプラスになります。 ってことは、マイナス2分の π から2分の π、マイナス2分の π から2分の π の間では、接線はどうやらプラスの値になるらしいとここ。0と0、ここの2つの点は通らんといかんけどね。で、この間ではプラスの値ね。どこで最大値取るかっていうと、接線の傾きが最大になるところ。この辺が接線の傾き最大だよね。ちょうど原点のところ。 だから、ああ、んや、大体こんな形になるなっていうのが見当つきます。さらに、2分の π よりも大きくなると、接線の傾きはマイナスになるね。右下がりの直線になるから、接線の傾きはマイナスになります。ってことは、なんかこんな感じになるなと。こっちも同じように考えてこうなるなと。こうやって書いていくと、お、これって c o s ン関数やなと。 マイナスははうぞといこわかるはずねだから関数のグラフさえ書くことできたら正確な同関数は求められないかもしれないけども大体いいこんな感じっていうのはわかるね。でそういうふうにグラフを書いてあの確認する習慣をつけると変な間違いあんまり線んなります。なんかめんどくさいなあ思うかもしれんけどもね。あの公式覚えておいた早く 答え出そうっていうのはあんまりいいやり方じゃないですよ。で、さっきも言ったように、公式っていうのはもともと何か定義があって、定義。で、公式がこう生まれていくわけね。公式1。公式2っていった具合に、いろんな公式を定義から作ることができます。で、 受験勉強の時っていうのはこの公式のところを一生懸命覚えてた方もしかしたら多いかもしれませんでもね覚えてるだけやったら Google に絶対勝てないよね Google 何でも知ってるからね検索したら何でも教えてくれますでいくら知ってるよ言っても Google に勝てないんだからじゃあ代わりに何ができたらいいかっていうとまず定義をちゃんと押さえておくと定義から いろんな公式がどうやって生まれるかをちゃんと理解しておくとでさらに自分で新しい公式を作ることができるこの何か一番大事なものから新しいアイデアをこの生み出す能力ね生み出す能力ねこれが大事なんだと僕は思いますだからいろんな勉強をする時にはいか覚えたらアホになるぞみたいなぐらいに考えてねなるべく自分で新しいものを作ると。 すでにあるものについても一体この式何でこんなこと成り立つんやろうなどうやって求めるんやろうなということを考える習慣をつけてください。はい、この講義は以上です。